お笑いタレントレーザーラモン RG が6日までに自身の YouTube チャンネルを更新。俳優の坂井雅人が主演を務める TBS 日曜劇場、ビバンとビバン日曜午後9時の展開について鋭い考察を披露し、反響を呼んでいる。バルカ警察チンギスのモノマネで話題の RG。3日放送の第8話を終え、 私が言ってました通り、べきはいいやつ。と謎の組織テントのリーダーべき、役所工事、について断言。テントが近年テロを受け負い始めたことについて、おそらくべきは余命ばくかなんでしょうね。と推察し、バルカ国内で買っている土地は、細長い形、あの形見たことないかなあの形、島根県とほぼ同じ形です。 べきの実家、島根への思い出、島根的な王国をバルカに作ろうとしてるんじゃないか、と指摘した。また、べきの息子である残る、二宮和成は、テントの設立した児童養護施設出身なのではないかと予想。さらに、くん先生もあそこ出身かな。ちょこちょこ怪しいところが見受けられた、と医師のゆずきくん。 二階堂踏み、もう実は日本人ではないと考察。君が香辛料のないバルカで育ったため、目玉焼きに何もかけず食べていた。など怪しい点を指摘した。そして、バルカの少女ジャミーンが公安の野崎、安倍博士、に懐かない理由について、ジャミーンは天とかそうじゃないかをわかるんじゃないかな、と推理。 野崎は敵ということ。もしかしたら野崎が最大の敵とし、さらにドラムも施設出身だとして、君ドラム、ジャミーン、あそこはテントです、と言い切った。また残るはべきに対して愛憎半ばであり、野木、酒井、に、あいつのこと邪魔だよな。兄弟と語りかけたセリフについて、クロス、松坂通り、とは言ってないんじゃない。 べきを追い出そうとしてるのかもしれないと邪魔なのはべきだと深読みした。他にも残るの会社名が夢を表すことから芸能や通販を展開する日本の夢グループと共通点がある伏線ではないかなど大胆な考察を展開した RG だがコメント欄には一番斬新すぎておもろい君さんの考察震えました。 まさかの夢グループスパイセツ W、RG さんの考察に大いに乗った。などの声が上がっている。